90番川端です。2020年、今年はですね、去年に引き続き GR スープラなんですが、新たに、2号機を製作いたしまして、まんま新車です。で、今年の体制的にはですね、チーム東洋タイヤズドリフト、ここのワークスチームとしては変わりなく、あとは車ですね、中身が大きく、変わっています。エンジン自体は 3UZ をベースにしてるんですけども、新たにツインターボ化、ボディ作りから、全て、見直してます。あとエンジン馬力ですね、今抑え気味の1000馬力です、はい、余裕のある1000馬力ですね。で、車重の方は、若干30キロぐらいですかね、軽くなってます。ただ重量バランス的にはすごく良くなっているので、とても戦闘力があると思います。まずリア周りがかなり重かったので、2号機はリアの重心をとにかく下に下げてます。ラジエーター内を内側に前寄りに寄せて、あと燃料タンクを下に極限まで下げてます。そういったことによってすごく車がピーキーにクイックに動くようになりましたね。まあ、それによってですね、アンダーステアと戦うことも少なくなると思いますし、よりトラクション方向の足回りのセッティングが可能だと思うんで、追走でもビタビタな追走ができるんじゃないかなと思います。今年はですね、ダイゴも新車を投入しているということなんですけども、まあ、見た感じあんまり変わり映えしないんで、多分俺の方が先に勝つと思います。ゼッケン87番斉藤大吾です。今年、前と同じに見えるんですけど、新しく作った90スープラです。で、前とそんなに大きくは違わないんですけど、前後バランスと重量自体が、改良されてます。で、乗ったフィーリングもすごくいい感じなんで、今年いいとこ行けたらいいなと思ってます。さっき練習走ってみて、車は問題ないんで、あとは同数の点を出すのにどうしたらいいか研究中です。角度がついてた方が同数の点は当然出るので、これハンドルの切れ角とかもすごい、増してあるんで、うまく決まればすごい点は出るんじゃないかなと思ってるんですけど、あとは人間次第です。今年また川端さんとか新しい車で、まだちょっと見れてないんですけど、楽しみにしてたんで僕も、実は去年1回も対戦できなかったんで、ぜひ今年は対戦して、勝ちたいと思います。ゼッケン77番松山北斗です。今年からファットファイブレーシングで、新型のスープラを使用して走ることになりました。車の仕様は去年の DAIGO さんの車をほとんど、同じ仕様で 2JZ のエンジンで、戦います。で、東洋タイヤを履いて、戦うんですが、まず今年の目標として、一戦でも優勝するということを目標にして、シリーズもいいところに行けたらいいなと思っています。テストで今2回乗ったんですけれども、
まあ、すごく機敏さとあと軽さを感じる車になってまして、すごい戦闘力はあると思います。まだちょっと乗り慣れていない部分があって調整をしているんですが、まあ徐々に調子を上げていって、どこか一戦でも優勝ができればいいなと、あとは、シリーズで、10位以内に入れればいいなと思ってます。川端選手と斉藤大吾選手がスープラで同じく走っているんですけども、そういった選手と、追走で当たれたりですとか、あとは、表彰台に一緒に乗れるようになれるといいと思っています。追走で対戦したらやっぱり同じ車なので、だいぶ、動きが似て合わせれて楽しく走れると思います。さあ、オレダレーシング、はい、チーム東洋タイヤドリフト GR スープラ V8 エンジン搭載のこのモンスターマシン、川端雅人の1本目、いや、この V8 千馬力、この雨の中どう使うか、いや、それでもいい角度、うまく持ってってる。さあ、無理くり、これはギリギリ、ギリ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 。さあ、そして SG、ここをサイドで調整しながら、ギリギリか、第3ゾーン大丈夫か。そこからの振り返し、今フィニッシュ、92.9 です、2番手です、92.9。この新車、GR スープラ3号機。さあ、斉藤大吾がうまく大きな減点を取られないように、今ニセクギリギリ第2ゾーン、ここがまた難しい、ここが非常に難しい。 SG 第3セクター通過、そして第4のアウトゾーンは取った。さらに第5セクターに入ってきての振り返しでのフィニッシュ、大きな減点はない、 89.689.6。 GR スープラ松山北斗30歳、2017年以来久々の D1 復帰。さあ、この GR スープラでどんな走りを見せるのか。しかし難しい路面、ずっとフィットを入れて返してくる。さあ、ここはうまく乗せてきた、どうだ、インクリップ、そしてここの持ってき方、ここを早く返して持っていかないと、ゆったりとして3セクターの得点が伸びませんが、なんとか3コーナーアウトゾーンも乗せてきた、大きな減点はなさそうだ、このまま行ってフィニッシュ、減点はない、 92.8、 松山来ました。まあ、そんな無理せず、はい、とりあえず点数取りに行った感じですね。そうですね、まだこうウェットでのデータも少ないんで、まあ、ちょっと変更性試しながら徐々に、まあ、ペースを上げていこうかなと思ってます。あ、もうウェット重視のもうちょっとソフトなセットにしてます、はい、あとファイナルとかですね、ギア比を変えます、はい。まあまあ普通でしょう、はい。まあ、なんとか通過はしました、まあ、次追走なんで頑張りますけど、ドスの点があんまり伸びてないんで、最近追走もドスなんで、ちょっと頑張らないとなと思ってます。なんかセッティング変えたりとか、そういったところですか。まあそんなに頑張るしかないです。はい、ちなみに川端君も通ってる。はい、当たりたいですね。伴走通りましたね。はい、良かったです。一安心で最低限のノルマだと思ってたんで、追走がやっぱり本番みたいなもんなので、まあ、追走で頑張って、あとはできれば表彰台まで行きたいなと思います。ただちょっと発進のところから下り坂のところとかがちょっとまだちょっと自分の車遅いなと思ってるんで、そこら辺が課題です。
今動き出しました。青いマシン GR スープラ松山北斗が前、後ろから白いマシン S14 村山智弘。さあ先ほども離された、ここの辺りで入っていけない第1セクター。いやーまたちょっと遅れた、戻った。いや村山が飛び込めない。さあどんどん離されてしまった。さあそして今度は松山がいい走りの先行になっている、はい、さあここはしっかりとゾーンを取っていく。そしてやっと村山が近づいてきた。やっと村山がなんとか近づいてきた。松山選手ドースの得点89、そして村山選手ドースの得点89、あと1ポイントやっぱり1だ、1というところ、もうちょっと低いと思いましたけどね。さあ松山捕まえていかなくてはならない。あと1としてちょっとふらついた立ち上がり、それに対してスーッと寄っていく、スーッと寄っていく。さあどうだ、村山が行く、ゾーンを取っていくか。そして松山どの辺りから捕まえていけるかどうか、ギリギリ、ここで飛び込めるか。1は取りたい。さあ最後寄っていく、どうだ。さあ松山奥と93、村山92、おお1ポイントということになります。あと1ポイントは松山3点ということで、182対182、イーブンということはもう出ておりますけれども、はい、先行の得点は松山北斗 89.28、 村山智弘 91.84 ということで、勝ったのは村山智弘。ここでやっぱ滑るともう前ビューっていっちゃう。自分が思ってたよりはなんだろう、乗れたというか、自分の感覚に服にはだいぶ単走から合ってきたなと思うんですけど、まだ把握しきれてない部分っていうのが多くて、ちょっとミスが出ちゃいました。次頑張ります。カーナンバー70横井雅史 VS カーナンバー87斉藤大吾。さあいよいよ極意目、すごい両者の対決ということになります。横井雅史先行、後追い斉藤大吾、 DMAX S15、 後ろから GR スープラ、いや近いところグーッと入ったけど、これは影響しているものすごいギリギリ、これは斉藤大吾ちょっと接触からの戻りということになってしまうでしょう。いやーここはちょっとやりすぎたか、そこまでやらなくてもよかったのにな。めちゃめちゃ近かったですからね、これもう完全に入れちゃいましたからね、止めるにも止められない。いや先にでこれはね、はい、もちろん当たってます。ここで当たった影響、ほらここで、はい、完全に出てます。得点出ました。これ多分セクター1まで、セクター2での接触でセクター2で止まってしまってますから、斉藤大吾選手0点になっちゃってるんで、まずセクター1までのドスの得点を取り、なるほど、はい、そしてですね、当てたというそこまでで終わりなんで、当てた事象がどっちがどれだけ悪いかということを20点の中で、うん、斉藤大吾選手マイナス15、横井選手もそれでもマイナス5、はい、取られてます。それでもどっちが悪いかっていう見たときに、はい、20-0にするか、うん、でまあ、ランクが段階があるんですよ。で、まあ、若干その先行車両のその遅い失速なのちょっとなんかそういうのもあって、なるほどそこまでずれるかなって、ね、ちょっとあったんで、20-0じゃないよと。さあいよいよ入れ替えの2本目ということになります。10ポイント差、斉藤大吾、これをどうするかはもう先行で思いっきり行くしかないということになります。ただ思いっきり行くだけ、ものすごい角度つけて入っていく。さあ横井はそれを見るばかりになるのか、ものすごい角度の斉藤大吾、そしてそれに対して横井が、さあ後半この辺りはもうちょっと入るというよりも見ながらの走行になっている。出ました、斉藤大吾のドスの得点94点、そして横井選手のドスの得点92点、後追いポイントは1。
1ポイント斉藤大吾が取ったとしても逆転ならず、もちろん届かず、ベスト8進出、横井正史。残念、まあ、こんなもんです。さあでは参りましょう。カーナンバー90川端正人 VS カーナンバー2田中誠美。さあいよいよ両者今動き出そうというところ、どういった対決になるか。まずは川端先行という形の中で、田中誠美がどれだけこのモンスターマシンついていくことができるかどうか。スーッといく川端、それに対して田中誠美、いいところ田中誠美、距離的には悪くない悪くない、2セク取っている、手がいった。しかしこのうわー、もう池になった状態のここ抜けていくが、さあどうでしょう、とギリギリ差し込む、捉えた捉えた捉えた、さあ捉えすぎた捉えすぎた、これはちょっと行き場がなくなった田中誠美。これはものすごいギリギリのところでした。ただこの飛び込み、これも完璧に2ランク、2ポイント、これは取れるんですけども、ここがちょっと待てませんでした。何しろね、進まなかったですね、川端選手が。とにかく進まない状態で、インガー入っちゃうともうどうしようもないですから。ちっちゃくなりますよね。はい、あ、出ました。さあ、川端正人、ドスの得点91点、そして田中誠美のドスの得点は低いな、74点。やりすぎちゃったところは、それコースアウト減点じゃなくて、もうドスの得点が第4セクター20点のところが0.0。うわ、これはめちゃめちゃでかい。でかいです。さあ田中誠美、川端正人はまずもう大きなポイント差があるのと、さあ寄っていけるか。ここはまずザブーンと2セク、だいぶ水が溜まっているところを通過。やはり田中誠美早い、田中誠美早い、いい走り、追いつけないですね。もう全く全くここは追いつけない。これはもしかしたらちょっと、あ、久々のやつだ、あれが、あれがつくかも。あれなんだっけ、もしかしたらNGC 違います、何の略ですかそれ。ノーグッドチャレンジ。おお、そうだそうだ、それ合ってる。あの、いくらなんでも離れすぎじゃないですか。なるほど、それダメなんですよね。あ、ダメ、そのあまりにもいかないのは、はい、だって1本目は確かに11ポイントもリードしちゃったじゃないですか、はいはい、だけど後追いとしてあんだけ離されて、最初から離されちゃってますから、さすがにノーグッドチャレンジ辛いですよ。さあ川端正人93点に対してマイナス2点が多分 LGC です。そうですね、はい、出ました。そして田中誠美選手は93点に対して、田中誠美選手はゾーン、あ、1個通過、あ、があるのか、マイナス1点、あと1ポイントはそうあるわけもなくと、そういうことですね、いうところで、まあ1本目で勝負ありですね。ベスト8進出、川端正人ということになります。早かった遅いんで、ちょっとツルツルだったね。ラッキー5回ぐらい抜いたらことあります。いや、まあ結果オーライですね。はい、いやでもまあしょうがない、失敗っすね。ちょっと単走走ってからいろいろ雨のセットに変えたんですけど、まあちょっと外れた感じです。じゃあ元に戻す、元戻すところとちょっと違うセットに変えるところと。さあどんなことが起きるのか、無事に終わるのか。いやー、何が起きるかわからないぞ。横井正史 TMAX-S1号先行、あと追い川端正人の、さあこの GR スープラ2号機はクレービの中、ものすごいとこ横井が入った、横井がずっと来ている。あ、そしてここはなんとか川端、
まずは取っていったところから一回離れて横山スピーおかしい危ない危ない危ねえ危ないいやー飛び込んでった川端めっちゃ怖いこれ完全な単独スピン状態危なかった何かちょっとおかしなものが出たのかただに足をすくわれただけかしかし飛び込みの川端すごかったですこれすごかったですよこれ 3いったんじゃないですか3ここいや3でしょこりゃ、はい、ね1セク3で2セクでも2ぐらい取れてるというぐらいに思ってもいいかもしれませんただもうこの後いやここ1回離れたんですけどね、はい、離れましたはいただここですねこの先一気に加速スピードを上げてもうダメかって時に、はい、ここで単純にいやこれ単純に振りすぎましたね危ないところでしたというところで川端選手は後追い3ですね1セクでは2、はい、2セクで1横井が飛び込めるか川端が行くそしてああ横井何もしない何もしないここはやはりトラブル抱えたままドリフトできません勝負あり スープラトーン180今動き出したさあまずはスーッと同じカラーのマシンスープラが前そして後ろから180川端が行くそして後ろから藤野離れてるさあどうだここは寄るところに行かないか思いっきり角度をつけて日比野それに対してあ藤野がまだやっとここから追いついてくるさあここからスーッと寄ってくるしかしここはまだ寄れないかまだ寄れないかはい、ね、さあ93点に対してマイナス1点は入っていますここゾーン取られてますそれから藤野選手は93点ドスの得点というところで92対93、はい、藤野選手が今後追いとして1ポイントリードとさあいよいよ入れ替えの2本目ということになりますチーム東洋タイヤドリフトこの2人のマシンによる対決は1ポイント差の状態の中で今度は藤野が前この180に対してさあ川端スープラここは行かなくてはならないどうだ近づいた入ったいやこれは入っているいいところクレームの中完全に 1,2 コーナーのところ捉えたさあ GR スープラ川端がさらにまだ行こうというところこの辺り4セクも取っている4セクも取っているさあここはあと1ポイント5取りました98対90いやーしかし後追いで持ってった逆転決勝進出川端雅人ラッキーボーイなんでこの運を味方につけて、はい、最後は勝ちにいきたいと思いますマジデビューイン狙ってるんでマジでいやー決勝頑張るよせっかくここまで来たからいやさあいよいよファイナルのスタート2020の開幕どちらが勝つのかまずは1本目蛇の哲也先行あと1回また雅人で動き出したさあ降りてくるまずは捉えているまずは捉えるさあ S1 を抜くところいたあっと当たったかさあ戻った踏ん張った戻った踏ん張ったギリギリのところ1戦から2戦ものすごい小さいところを通ってったさあ SGS1 音が振る君のそれに対して川端もう一回入るものすごい近いところここは完全に2ポイントそして5セクター最後の振り返し今フィニッシュものすごい飛び込みうわ当たりましたね完全に、はい、ここテールちょっとギリギリまあでもカスタ程度だったのかなはいうわ耐えましたもんねかっこいい火花出るなんとか両者耐えましたね当て止めしたぐらいですからね川端選手はね逆にねそしてこのインカットは前はインカットしてなければ後ろは問題ないということになると思いますけれどももうゾーンの辺も本当に分かりにくいさらにここからスーッと寄っていくこの4セクター第3コーナーこれも
角度こそちょっとここから合わせましたね。またねかなり近い状態、ね、ビタビタで、はい、ギリギリここも当たりそうな、ギリギリのところ当たったんじゃないかな、ここ、はい、去年まではこういったところが止められないということを言ってましたけども、ギリギリなんとか止めているのか、止めているのか当たって止めているのか、ちょっともうよく分かりませんが、さあ出ました、日比野哲也95だ。この雨の中ドスの得点95点、それに対して川端雅人92のドスの得点に対して7、遠いポイント、994ポイントアップ、うわ7取った、すげえ。これはですね、1セク2ポイント、2セク2ポイント、3セク1ポイント、4セク2ポイント、全部いきましたね、ほぼね、7ポイント、すげえな。さあエンジン音が高鳴って、入れ替えの2本目、これで勝負がつく。開幕戦どういうことになる。さあ川端が行く、後ろから日比野、川端が離れた、川端が、さあ日比野入れない、日比野入れない、スーッと立ち上がっていく、こっから寄る日比野がイン側近いところ、いやーものすごいところに入っているが、ここは川端きっちりと日比野が戻る、寄りすぎて戻る、日比野失敗。いやーこれは取り切れていないか、日比野、ここ1、2が入れませんでしたね、日比野選手全くこのスピードについていけませんでした。一番取れる後追いポイント、1、2セクター全く全く取れず、そしてインが近いところでやっと寄ってった、3セクから4セクやっと寄ってったというところではありますが、4セクさらに思いっきり飛び込んだところ、ここでちょっと大きなる戻りが、これは勝負決定とありということになりました。どうやら勝負あり決定です。イエーイ、ズーカー対決ラウンド1、はい、見事優勝でまあまあね、いろいろラッキーもあったんですけど、まあでも最後まで走れて本当に良かったですね、はい、最高です。次のラウンド、恵比寿なんですけど、どうでしょうか。いやもちろんダブル優勝、連続優勝ですね、はい、はもちろん目指します。